のび太の恐竜2006を見たよ。いいリメイクだと思うよ、これ。ただ、あの、なんだろうね。あの、リメイクにあたってね、あの、なんだろうね。なんか、シンドラのなんの方向性を決めたのかもしれないって感じするの俺まだ、シンドラあんまり見てないから、なんとも言えないんだけど。見たうちではさ、なんか、この、この映画のなんか、そのリメイク方針になんか乗っ取ってる気がするんだよね。まずね、あの、最初にあの、のび太くんがさ、 あの恐竜の卵を探そうとしてああの人の敷地でさなんかこうごゴミっていうかなんかもう石とかを撒き散らしまくるわけでそしてあのその家の人に怒られて「片付けなさい」って言われたんだでで旧作の場合さじゃあ片付けるための穴掘ってる最中に穴掘って穴掘ってる時にあの恐竜の卵らしき石を見つけて持ち去ってそのサーって逃げて <laughs> そこ逃げてったんだけどさ あの、2006の場合だとさ、ちゃんと、片付け終えた。片付け終えて、その人にさ、あの、その家の人から麦茶を提供してもらった時に、あの、その岩、岩がで石が出てきて、その石を、すいません、これ持って帰っていいですかってちゃんと聞くんだよ。人に。家の人にちゃんと聞くんだよ。そこがね、なんか、あの、なんか、 こう時代っていうかなんかこうなんかそういう配慮というものを感じたんだよなただただ今いそので2006を見た時はそう思ったんだけどただ俺その後に新恐竜も見たんだけど新恐竜の時あいつまたあの無断で卵みたいな石を勝手に持ち出してたからさ何だろう時代の配慮っていうわけでもなかったんだねただ単にこの映画が あの、てそういうとこに丁寧なだけだったんだねっていうところ。心境有のせいで。<laughs> 考えを改めました。<laughs> あと、そうだね。まず、恐竜がね、恐竜の種類がね、なんか、ものすごく細かくなって、もう何,何、何言ってるのか分かんなかった。俺も。 俺もなんだろう、俺もなんだろう、結構、あの、恐竜好きだったけど、恐竜のことあの、図鑑を持って見てたのが結構前だったからさ。なんかそんな、なんか、なんか、何々、みたいなこと、なんかたくさん言われてもさ、俺も全然ついていわかんねえ、恐竜。恐竜の話、恐竜で全然種類わかんねえよ、みたいになっちゃって <laughs>。俺、なんか、昔の旧作ののび太の恐竜ならわかるんだけどさ <laughs>。 かか言ってた恐竜はわるんですよマジこれ <laughs> この,の2006の恐竜の種類をマジわかんなかった全然もう覚えてもいいね <laughs> あ,と、ね、あ,あとそうあれぜあの急作で気になってたあの母親首長龍の安否安否っていうかなんかあの首噛まれてさあの倒れてって。 行ったみたいなところがあるんだけど、あのー、リメイクの2006の方だと、ちゃんとね、あのー、伴奏をこう貼って、なんかこう、バイバイって、あの、お別れのシーンとか入れてたね。その、母親流は。母親流と、その、子供の流が <laughs>、一緒にどっか行くっていうシーンが追加されてて、うん、そこもね、なんかあの、俺が気になってたところだからさ。 だってお前母親竜が倒れてさ、その後なんか普通になんか、その敵てあるティアラサルスでワイワイ遊んで、遊んでるの気にならねえかって言って気になってたんだよ、俺は。<laughs> そこら辺があが解消されてて、俺としてはまあ、恐竜ハンターがね、恐竜ハンターが笑うよ、あれあの、覆面して覆面を貫通してる顔になってんだよ、あいつ。<laughs> マジで、鼻が <laughs>。 もうなんかすごい白人なんだって、マジで。もうなんか、あのー、こう、垂れ目の白人って感じでさ、目が多くてさ、鼻がスーってなっててさ、もう何あの、<laughs> ユダヤ人 <laughs> ユダヤ人 <laughs> みたいな顔になってて。いやあれもうもう覆面の意味ねえだろ、みたいな顔になってて、ほんと、俺ちょっと笑った。でもってなんだろうね、あの、覆面の方がね、あのー、 旧作だとね、あの、覆面とクライアント、覆面の恐竜ハンターとクライアントの人があの一緒に捕まるんだけど、今回はなんかあの、覆面の方がなんか、実はなんか一物持ってるみたいな感じでさ、まあ、あ、まあ、所詮顧客だみたいな感じで切り捨てようっていう感の,あの腹黒さを見せてくれて、で、俺は、うん、俺結構そういうのが好きかな。やっぱりね、なんだろうな、所詮顧客所詮。<laughs> 切り捨てるよ、そりゃ。俺もね、働,働きたいし、そういう、なんかう、顧客のことに何でもかんでもハイハイ言ってらんねえよ、みたいな意思をこうある。そういう意思があるから。<laughs> そういうことをしてるき、くれる恐竜ハンターに対して、俺は、あの、なんていうか <laughs>、うん、うんって、こう、納得をいたてくる。<laughs> なってね、作画めちゃくちゃいいね、作画が。ほんとすごい動く。っていうか、もうなんだろうね。グリグリ、グリグリ動くんだよ、グリグリ。グリグリ動くしさ、なんかもうなんか。いやもう一部やりすぎなところはあったんだよね、恐竜同士の戦いのシーンとか。もうなんかドラゴンボールみたいな戦いになってたじゃねえか、みたいなあったんだけど。でも画面見る分には楽しいからいいかな。 でね、あと他になんか変更点があったのね。ジャイアンとかかな。ジャイアンがね、あの前作だとね、まあ、正直言うほど、ってかもうね、あのジャイアンスね、正直そんな、あの、いわゆるなんか最低限のことはやってるけどさ。あの最初に自慢とかして、あの、いわゆる伸びたのなんか、いわゆるなんだろう、その、同 <laughs> 期的なものを出したりとか、最低限のことはもうすでにできてたけど、 ただねそっからあのー、一緒に1億年前に来てからは割となんつうかもうなんかにぎやかし程度だなと思ってたんだけどまあ静香ちゃんは一応あの裸を見せるというサービスになった今回のジャイアンはねあのね2006のジャイアンはねあの 1, 1億年前に戻った後にさでみんながなんかこうへこたれをしてなんかこう宇宙人とかもう もう帰りたいよってなった時にさ、もう、ものすごいみんなをさ、もうなんか、立て直そうとさ、あの、やりなんかもう、式を上げ、上げようと、もうなんか名演、もうすごい演説をするんだって。もうそこら辺がち、もう前作、前作、旧作と違うからさ。なんかもうすでにもう、なんうかもうジャイアンの出番は多い。 あと静香ちゃんも一応乳首は見えてないけどさ、あの、奇世界カメラであの嫌なところはやってたからさ、最低限やってるよって感じで。で,すで究、究極的に気に入ってるところがね、あのタイムパトロール隊がな、あのね、その旧作もそうなんだけどさ、あの、タイム、あのタイムマシンが壊れて、そのなんだろう、そのく、 時間移動はできるけど、なんか、その、いわゆる空間の、いわゆる横方向の動きはできないみたい、できなくなってしまったから、あの、のび太の部屋、部屋の位置まで移動しなければならないっていう、いうのが目的であったんだけど、そっからまあ、恐竜ハンターが来て、何々して、タイムパトロール隊が来て、タイムパトロール隊に、あの、送ってもらうっていう。 のが旧作だったんだけど、今回は、ま、あタイムタパトロール隊も来たんだけど、あの、だから、最後に、あの、送っていくかいって、あの、聞かれたんだけど、あの、いえ、僕たちの力で、あの、頑張りますって言って、<laughs> あの、断るんだって。タイムパトロール隊のその、なんつうか <laughs>、お、お送りを <laughs>。そ、そこがね、あの、なんかし、 こう、わさ、わさドラかだなって、俺は感じてんだよね。そういうなんか、まあ、最後まで、その、その5人の力で頑張るっていうようなところが。で結局、あのきょ、恐竜ハンターを捕まえた後も、また旅のシーンが始まって、そこでようやく到着して、その自分たちの、その,の、のび太の部屋のところまで戻るっていうような。俺ね、うん、俺全然、 結構好きなんだよまあまあぶっちゃけた話をするとそれはイタイムパトロール隊にあのお願いしてもらった方が全然全然いいんだって <laughs> だって本当にできるかわかんないしでもでもなんだろうな作品としては何つうかその自分たちの力で頑張りますってその達成できちゃうっていうところがやっぱりなんかいいなって思っちゃうんだって。 だからね、俺、のっての恐竜、2006年、いいリメイクだと思うんだよ、これ。